はい、じゃあパート2でございます。先ほどは財務局の財務省の理財局の方にお問い合わせをさせてもらいました。国民一人当たり1000万円の借金とはどういうことやみたいなことでね、いやそれはメディアが勝手に報じてるだけなんで、私たちはそう考えていませんってことでした。じゃあそういうふうに報道してるのを野放しにするんじゃなくてね、そういう表現は違うよっていうふうに、ぜひね、提言してもらいたいなってことをね検討していただきました。でもう一つはちょっと税金がね高すぎて私たちの暮らしが立ち行かないと。じゃあちょっとねこれ税金のプロとしてもうちょっと税金の中でやりくりして逆に減税しても大丈夫なような税務体制を取ってもらえないかってことをねお問い合わせしましたけども、両方とも明確な答えはなかったんですけども、でもこうやって小さな声を上げることが大事ですからね。不満があったらもう私の方にねメールしてくださってもいいんですけども、私では解決できませんし、なんせ財務省でも税務省でも解決できないわけじゃないですか。でもやっぱり小さな声を上げていくことが世の中を変えていくことにねつながっていきますんで、そういった意味を込めて今日も電話をさせてもらいます。じゃあ税務省の方に電話させてもらいますね。はい、じゃあこれ電話です。こちらは福山税務署です。これから3つの番号をご案内しますので、ご用件の番号をお選びください。なお、案内の途中でも選択いただけます。はい、税金に関する一般的なご質問やご相談は、ね、電話相談センターにおつなぎしますので、1を。これでいいでしょう。税金に関するお問い合わせなんで。電話相談センターにおつなぎします。はい。じゃあ担当の方が出てくださいって言います。これから6つの番号をご案内しますので、やめてよこれ。ご相談される内容の番号を選択してください。はい、のんびり聞いておきましょうか。なお、ご案内の途中でも選択できます、うん、個人の方の年金、給与、事業、また住宅ローン控除やちょっと早送りしてください。医療費控除などの所得税は1を年末調整などの源泉徴収や支払い調書は2を、個人の方が土地、建物、株式を売却した場合や相続税、贈与税、財産の評価は3を、法人税は4を、長いね、消費税や印紙税は5、その他のご相談や税金の種類がご不明な場合は6を。6です。電話代が余計にかかるじゃないか。おはようございます。国税局電話相談センターの福島です。あ、おはようございます。はい、私広島で観光業を営んでおります、久保と申します。久保さん、お世話になります。はい、お世話になります。今回はですね、恥ずかしくて税金のことについて聞けないことがあったんで、こっそり電話で聞かせてもらおうかと思って2つちょっと質問持ってきたんですけども、ちょっとお時間いただいてよろしいでしょうか。内容に番号をですね、はい、その他をされてるので内容によっては、はい、係の方におつなぎしますが、どういった、はい、ご相談ですかね。それがですね、漠然とした不安ということだったんで6番になっちゃったんですけども、はい、まずね、先日国の借金が1255兆円を超えたっていう報道があって、これに対してですね、一人当たり1000万以上の借金があるんだっていう書き方をどこもされていたんで、これ今までも同じような疑問を持ってたんですけど、どうしても聞けなかったんですよ。というのがね、これはいつの日にか借りてもない1000万円の借金の借用書が私たち国民一人一人に突きつけられるってことなのかなと思ってるんですよ。そういうふうな感じになるんですかね、これは。いつか1000万円返せみたいな感じでいきなり来るんでしょうか。税金の話とは直接リンクしませんので。あ、そうなんですか。財務行政のご意見とかご要望については、うん、財務省の大臣幹部文書課というところにですね、はい、行政相談係というのがありますので、はい、ちょっとそちらの方でご相談いただくようになります。あ、なるほどね、はい、分かりました。じゃあこの質問はちょっとここでは当たらないということですかね。はい、はい、連絡先を申し上げますので、ちょっとメモしてもらっていいですか。はい、わかりました。どうぞお願いします。03-3581-4111、はい、内線2975と聞いておりますので、うん、そちらの方でちょっと、はい、はい、内線に関するご相談をされてください。はい、はい、ありがとうございます。まあ、はい、そうですね。すいません。いや、とんでもないです。ありがとうございます。どうもどうも。失礼します。はい、お願いいたします。はい、失礼します。はい。
ということでね、ちょっと地方の税務署では答えられないってことなのかなと思いますね。やっぱこう答えられないっていうのは、答えたくないとか権限が与えられないってことじゃなくって、やる仕事の種類が違うってことですね。まあですんで、今いただいたお電話番号は財務省の番号でしたんで、結局ね、先ほどのお電話が今のところ全てかなってとこです。ただね、ただこの動画を見てそれで、あ、そうなんだって思うんじゃなくって、自分なりにね、質問を考えて、税金のことについては、私たちは、教わってないわけですから。ですんでね、こうやって財務省も電話すればすぐ出てくれますし、で、地域の税務署も電話すれば出てくれるじゃないですか。だから、もっともっとね、税務署とか税金を身近にするためには、自分たちで歩み寄っていくってところが必要です。確かに税金は怖い面がありますよ。私も事業者ですから、こうやってね、YouTube で電話してね、おちょくってんじゃないかお前、お前のところに国税入れるぞみたいなことに逆恨みをね、受けないとも限らないわけですよ。まあだから私は税金しっかり払ってね、何の後腐れもないようにして、その上で丁寧に質問しないといけないなと思ってるわけなんですよね。喧嘩防止とかダメですからね、敵じゃないですから。税金を払う側と税金によってこの暮らしを守ってもらう側と、こうね、表裏一体で私たちは同じ日本国民としてやってますんでね、その辺は敵対しないようにやっていきたいなと思います。で、今度ね、別の質問があるんですよね。それは防衛費に関してですけども、税金がもう限界があるからって言って、国防に対しての予算は割かなくていいのかっていうところがあるんですよね。それも今度次回、どっか時間見つけてね、聞いてみようかと思いますんで、皆さんからも引き続き、疑問質問お待ちしておりますが、で、私にやるよりも直接、こうやって私がやってるみたいにね、お問い合わせしてもいいんじゃないかなと思いますんで、その点もそれぞれお考えくださいませ。じゃあ今日は以上です。